こんにちは。ご視聴いただきましてありがとうございます。本日の動画は今月10月に買った本をまとめてババッと紹介したいと思います。もしよろしければご視聴ください。それではスタート。はい、というわけで今月も残すところあとわずかとなりまして、もう今月本は買わないだろうと思いますので、今月買った本を紹介したいと思います。ただですね、今月入ってもちょこちょこ紹介する動画は出していると思うんですけれども、まだ動画で出てきていない本たちを紹介したいと思います。で、今月買った本ここに並べました。ではまずですね、今月買っていてかつ読み終わった本から紹介をしていきたいと思います。まず1冊目がこちらです。嫁最後の日に君とでございます。こちらですね、5人の作家さんが集まって書いているアンソロジーとなりまして、タイトルが嫁っていう風になっている通り、嫁をテーマにした短編アンソロジーとなっています。まずなんでこれ買ったかっていうと、人が死ぬ話が読みたくて買いました。人が死ぬ話が好きっていうと性格悪いなって思われるかもしれないんですけれども、皆さんよく考えてください。ミステリーが好きなんだよねって言っている人も、総じて人死ぬ話が好きな人と大して変わりないと思ってるんですよ。なのでミステリー好きと大して変わらない理由で買いました。まあその余命ということで切ない別れ的な話ということでね、人によっちゃハッピーエンドだったりバッドエンドだったり捉え方によっては変わると思うんですけれども、私バッドエンドがめちゃくちゃ大好きなのでいいなと思って買いました。これですね、表紙の女の子が学生服を着ているので、もしかしたら学園ものかなと思って読んだんですけれども、ほぼほぼ学園ものでした。大体の主人公は高校生だったり大学生だったりするので、それもいいなと思ったポイントでしたね。学生同士だとどうしても青春恋愛あると思うんですよ。友達との別れ、恋人との別れ、たくさん切ない別れが詰まっていてすごく良かったです。どうしても抗うことのできない運命に翻弄されて嘆いている主人公を見るのが好きな方、おすすめでございます。続きましてこちらでございます。相沢さこさんの雨の降る日は学校に行かないでございます。この作品を読んで学園物が好きっていう私のスイッチに火がついて、相沢さこさんのこの学園物の小説読んでみました。ただですね、この学園物の小説他の作品とちょっと違っていて、大体の学園物って恋人がいて青春を謳歌している様子を描いた作品が結構多いと思うんですけれど、この作品は違うんですよ。主人公がみんないじめを受けていたりとか、あとなんとなくクラスに馴染めない葛藤を抱えていたりとか、あといじめられてはいないんだけど、なんかクラスのいじられキャラ的なポジションにいて苦しんでいる子たちが主人公のお話なので、またちょっと違う雰囲気の学園物でめちゃくちゃ楽しく読むことができました。あとびっくりしたんですけど、これ全部女の子が主人公なので学校の女社会的なものがまあワンサが詰まってたんですよ。相沢さこさんで男性は作家さんなんですけど、ここまで女の子特有の思春期の難しい描写を描けるのがすごいと思いましたね。相沢さこさんが男性って知らなかったら普通に女性だと思っちゃってたと思いますね。名前もなんとなく女性っぽいし、この人も結構古風な学校生活を送ってきたから書けるのかなとか思っちゃうかなと思いました。もうびっくりしました。これぜひ読んでみてください。おすすめです。では今月買っていて読んだ本はこの以上2冊になるので、ここからはまだ未読の本たちを紹介したいと思います。ただ先にですね、この2冊にちょっと似ている系統の本から紹介をしたいと思います。まずこちらです。ある日死んだ彼女が生き返りましたでございます。帯文見てください。やがて消えてしまう君との二度目の初恋が始まると書いていて、もうこれ別れが決定しているだろうっていうお話ですね。これも主人公たちが抗えない運命に翻弄されて、なんでまた君とこんな悲しい思いをしなきゃいけないんだみたいな話かなと思って買いましたね。でも本当に主人公たちが絶望に打ちひしがれている姿を見るのが大好きなんですよね。そんな気持ちにさせてくれたらいいなと思って買いました。続いてこちらです。今夜もし僕が死ななければでございます。ここにね、泣けますって書いてあったんですよ。私は多分その泣けるシーンで微笑んじゃうのかなって思うんですけれども、これはですね、人の寿命が分かる能力を持った男の子が主人公のお話らしいんですよね。あらすじのところに、愛する人を思う気持ちに涙が溢れて止まらないと、
これも多分ね、愛した人の寿命が分かっちゃった、やべえっていうお話なんじゃないかなと思うのですよ。いやいいですね。私は多分人とは違った読み方をしてしまうだろうと思うんですけれども、楽しみでございます。続いて単行本なんですけれども、似た系統ということで、こちら僕は何度でも君に初めての恋をするでございます。これですね、なんと記憶が1日しか持たない男の子と出会って女の子の恋のお話だと思うんですよね、多分ねなんかいいなと思って、そういう記憶が一定の周期でリセットされちゃうみたいなお話って切ない結末が多いと思うんですよね。なので多分その切ない感じの結末を期待して買いました。楽しみでございますね。では続いてランダムに紹介していきたいと思います。まずこちら、二木先生でございます。これはですね、完全に表紙買いですね。この表紙を見て思ったのが、遠野はるかさんの教育っていう本の表紙なんとなく似てませんか。この目だけがそのワニャ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 ってなってて隠れている感じがね、すごくいいなと思って買いました。続いてこちら、他に好きな人ができたでございます。これはですね、表紙とタイトル買いでございますね。この表紙のさ、男性のなんていうか、あの闇を抱えている表情がなんとも良くて買いました。主人公の女性がこの彼から突然別れを告げられたらしいんですけれども、納得いかねえって思って彼の身の回りを調査するっていうお話らしいです。でだんだんと彼のことが分かっていくうちに衝撃のことを知ってしまうみたいな話らしいです。続いてこちら、ピエタとトランジでございます。これ芥川賞作家の藤野香織さんが書いたエンタメ小説っていう風にここに書いてあるんですよ。芥川賞作家が書くエンタメ小説、大衆小説、面白そうと思って買いましたね。でこれ表紙がまずすごいんですよ。この帯がある状態で見るとなんとなく何とも思わないと思うんですけど、女の子が2人いるなっていう感じだと思うんですけど、帯を取りますとこんな感じなんです。わかりますか、これ頭蓋骨っぽいですよね。わかります、このわーってなりました、帯取った時になんかこういうドッキリでもあるし、別の見方をすると別のイラストが見えてくるっていうイラストめちゃくちゃ好きなので、これはもう表紙が秀逸すぎますね。この帯もあって完成されてる本な気がしません？この帯があることで二重の驚きがあるっていうのもすごくいいなと思いました。続きまして、有名すぎますね、ハサミ男でございます。これようやく買いました。各所でね、ハサミ男はすごい、もうミステリーのすごいぜみたいな話今日聞いてたんですよ。いつか読もうと思ってたんですけれども、読むタイミングを逃してたっていうか、読む気になれなかったっていうか、はい、楽しみでございます。これね、結構分厚いのもね、ちょっと億劫だなって思っちゃう要因なんですけれども、頑張って読みたいと思います。これも本当に最後どんでん返しがあるっていうことで、すんごく楽しみです。もうね、どんでん返しめっちゃ好きなんですよ。楽しみ楽しみ。続いてこちらです。私の大好きな似たどりけいさんのレジまでの推理でございます。これはですね、似たどりけいさんだから買ったってのもあるんですけれども、なんとお話の舞台が本屋さんということで、それもまた面白そうだなと思って買ってみました。楽しみです。続いてこちら、透明人間は密室に潜むでございます。これなんかの動画でもお話ししてると思うんですけれども、この本が読みたかったんだけれども、本屋さんにどこに行っても売ってないっていう風に嘆いた動画を上げたことがあるんですけれども、まあ今月かなにようやく文庫本が発売されまして、発売を楽しみにしていて無事に購入することができました。これはですね、特殊ミステリーの傑作だって言われているお話を結構聞いてたので、読むの楽しみでございます。続きましてこちらです。スイッチでございます。これですね、第63回メフィスト賞受賞作ということで、メフィスト賞受賞しているってところに惹かれて買いました。私もしかしたらメフィスト賞受賞している作家さん好きなのかもしれないなっていうのをなんとなく思い始めて、そのタイミングでこのメフィスト賞受賞作って書かれたこの本を見つけて買いました。続きまして単行本こちらです。物語は終わらないでございます。これですね、ショートショートのアンソロジーなんですけれども、もうね、作家さんのこの一覧見てください、すごくないですか。もう豪華すぎるのに価格は
1500円プラス税というなんともなんとも価格破壊が起こっているんですけれども、これはですね、ここの雑貨さんのメンバーたちがすごすぎて、それだけで買わずにはいられなくて買ってしまいました。こうね、読んだことのない作家さんもいらっしゃるので、新しい作家さんの開拓にもめっちゃいいなと思って買いました。伊坂幸太郎さんとかね、一作も読んだことがないのですごく楽しみですね。あと藤本バナナさんとかも私読んだことがないので楽しみでございます。では続きまして、最後になります、こちらです。なんとサイン本なんですよ。この夜が明ければでございます。これですね、なんとびっくりしたんですけれども、地元の本屋さんにあったんですよね。なんとこの本だけ、一冊だけひょっこりとサイン本って感じで売られてて、え、サイン本地元にあるんだと思ってびっくりしちゃいました。サイン本って都内の本屋さんにしかないイメージが勝手にあったので、サイン本だから貴様買ったんだろって思われるかもしれないんですけれども、まあ、ほぼほぼそうなんですけれどもね、このあらすじを読んだ限り面白そうだったんですよ。なんと主人公が短期アルバイトで殺人事件が起きてしまうらしいんですね。やべえ、警察呼ぼうってなるらしいんですけれども、なぜか他のメンバーたちから、いや、警察は呼ばない方がいいんじゃないって言われるらしいんです。犯人は誰だっていうのを当てていく、面白そうですよね。なので買いました。今月買った本以上となります。またね、なんか積んどく本が増えてしまったんですけれども、全然 OK ということで。でもなんか不思議ですよね、積んどく本って指数関数的に増えていくのが本当になんか謎すぎるんですけれども。というわけで、最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また来月もね、素敵な本に巡り会えたらいいなと思っております。ではまた次回この動画でお会いしましょう。さよなら。